せいたしました。ただいまより愛媛県新居浜太鼓台祭りを行います。歴史あるその名を冠し、平成18年に新居浜市内で50番目の太鼓台として誕生したのが口屋太鼓台です。太鼓台は祭礼時に御輿に具布する出汁の一種として、起源は平安時代まで遡ると言われています。主に四国の瀬戸内海沿岸部に分布しており、大きさも様々ですが、地域経済が発達した新居浜では急速に大型化し、飾りも豪華なものになっていきました。指揮者の号令のもと150人余りの男衆が力を合わせ、約 2.5 トンの太鼓台を頭上高く手を伸ばして持ち上げる差し上げが見どころの一つです。本日の演技には地元新居浜だけではなく、東京近郊からも多くの方が応援に駆けつけてくださいました。さあ、勇壮華麗な男祭り、新居浜太鼓台祭りをお楽しみください。宇宙を表し、四隅の黒い大きな塗りは雲。
そして揺れる傘は雨を表しており、赤い箱じむについたあうんの竜が古風を呼び、雨を降らして豊作をもたらすと言われています。約 2.5 トンの重さ全てが楽譜にかかってきます。